開けろ、開け。
お侍。何があった？猛虎と手を組む秋人がいます。そいつが持ってる通行証を家族と奪おうとしたんですが、万兵に返り討ちにされ。それには命を懸けるほどの価値があるのだな。通行証があれば誰でも猛虎に止められることなく自由に道を通れます。役に立ちそうだ。ええ、その通りで、 秋人の荷車は道の先に残ったままです。俺が代わりに見つけてこよう。お主らは休んでおれ。お気をつけて、すでに兵が集まっているはずです。 秋人の荷車だ。 秋人はおらぬか。
侍、こちらへ。通行証を持った阿久堂を助けてください。実は弟なんです。なんだと？通行証を奪おうとしたのも全て亀への為でした。猛虎に加担したのであれば許してはおけぬ。そんな、いい奴なんです。どうか。無事かは分からぬが、探してみよう。お願いします。 兵は後を残しておるはずだ。あった、あっちか。脇にそれた。 アキウドはあの中におるはず。 Start that.
逃がしてやる。ありがとうございます、お侍。礼などいらぬ。猛虎に加担しておると聞いたが。奴らが約束したんです。物資を運べば家族は見逃すと。兄は死んだぞ。お主の通行証を奪おうとしておった。そんな、あのバカ。道理で俺が疑われたわけだ。通行証など持ってません。あれには運び手の名が彫られてるんです。他のものは使えないのか。もう行け。また猛虎と手を組んでみろ。その前に殺される。それより家族が気がかりですが、顔向けはできません。ああ、なんてこと。どうすればいい。よし、いい子だ。